今日もご覧いただきありがとうございます。 TBS 火曜夜10時放送の夕暮れに手をつなぐ2話の感想です。2話は空豆と音は互いにすでに好きなんだなと思わせつつも、その本線からは外れて視線に入っていく導入でしたね。私自身このドラマぶっちゃけ迷いながら見てる感じなのですが、イケメン永瀬廉くんの日常ルーティンが見れることと、広瀬すずさんの演技力が見るモチベーションになっています。それでは今日も夕暮れに手をつなぐが堪能できることに感謝しつつ、私的に一番盛り上がるのはやはりエンディング。この永瀬廉くんを見ていると実に幸せな気分になるんですよね。やっぱりアイドルってすごいなって思っちゃうっていうかね、存在だけで誰かを元気にするっていうか、まあもちろんね、本編の演技の中でもそうですけれども、まあ、特にこの歌って踊る永瀬廉くんってアイドルの本領発揮というか実に魅力的な表情なんですよね。ということでこの微妙に毎回変わるエンディングは必見ですよね。今回はなぜかうさぎさんのポーズをしてましたね。めちゃめちゃ可愛かったです。そしてこの夕暮れに手をつなぐの、一番の見どころはやはりこの映像の綺麗さなんじゃないでしょうかね。これって、まあ、最近よく使われているシネマティックカメラっていうやつを使ってるんでしょうかね、もう色合いのこだわりといい、ライティングといい、まあ、カット割りもそうですけど、前編ともかく絵が素晴らしい、美しいですね。で、さらにこの縁側での空豆と音の場面っていうのが見どころですよね。この二人の雰囲気やっぱりすごくいいし、この縁側にいる時はこの二人すごく、素直な部分が引き出されるというか、二人のセリフの内容もすごく深い感じですよね。そしてこれ縁側だから、植栽の木漏れ日、夕日を浴びる永瀬廉くんが本当美しいんですよね。そして、今回の名言は空豆のセリフ、誰か思う人がおると人間は強なれる気のするってね。まあこれは本当全オタクへのメッセージですよね。まあメッセージというか確認というか、まあ誰もがねそういうふうに思っているということで共感ができるセリフなんじゃないかなと思うんですけどね。で、思うだけで老いは力の湧いてきたったい、一人やなかっちって思うだけでどげんことあっても生きていける気がしよっとってね。で、今はまあ自分が弱ったなという気がしているっていうふうにね言うわけなんですけれども、まあそういうね、まあ弱った空豆を見て、まあ婚活っていう言葉が出てくるわけなんですけどね。まあそこでいい人と巡り合えるかもしれないし、まあいいんじゃないのっていう風にね、まあ音もちょっと背中を押してくれる感じなんですけどね。まあ空豆は人を好きになる能力値高そうって言ってましたけど、まあそれはありますよね。まあともかく今後もこの2人の縁側でのシーンっていうのはすごく楽しみですね。そして今回の空豆、このね、何かを作ろうとする人はスカンっていうセリフがね、まあどうも疑問に思ってしまったわけなんですけどね。まあ多くの人を、遠くの人を楽しませる人は近くにいる人を悲しませるよと、才能はあるのに音楽をやめた宗介さんは偉かと思うって言ってるんですけどね。空豆のこの屈折した感じは、そうですよね。そういうこれまでの経験がそうさせてるんでしょうかね。で、音はゆくゆく多くの人を楽しませる存在になるだろうから、まあその伏線でもあるのか。とにかくこの明るそうに見えてネガティブなセリフがなかなか感情移入しがたいヒロインなんですけどね。そして辛い現状を打破するきっかけを婚活にするっていうところもね、もうちょっとスカンって思ってしまうんですけどね。まあ婚活アプリに来る人に文句言ってますけどね。まあこの時点で何者にもなっていない、なんか将来のビジョンも、まあなりたいものも方向性も定まっていない空豆が婚活したって、まあ当然ね、外見でしか見られないわけですもんね。まあ蕎麦屋の出前って言ってもね、まあ本当に例えば蕎麦が好きでゆくゆくは蕎麦打ちしたいっていうようなねレベルであればね、
蕎麦屋の出前でもいいわけなんですけどね、まあ、成り行き的にやってるだけで、もう本当に口だけの女っていうのがね、2023年にこういう女の描き方をしていてね、まあ、30年前と何ら変わっていないっていうのがね、少々残念なところでもあるんですけれどもね。そしてこの婚活アプリのそら豆ちゃんのお気に入りが150人っていうのはどう考えても少なすぎますよね。この可愛さだったら、まあ1万人超えはね、言っててもいいレベルですもんね。まあ母数がね、そんなにいないかっていう話もありますけど、まあ公式サイトを見ると、ゆくゆくはそら豆デザイナーになるようなんですけれども、この大東京とかね、時すでに遅しスウェットとかね、着てるそら豆がファッションセンスがあると思えないんですけれどもね、これね、どういう風に、デザイナーになるっていうようなね、過程を見せてくれるんでしょうかね。まあそこはね、一つ興味あるところなんですけどね。そして今週の音くん、音はね、そら豆に基本人信じてるんだよっていう風にね、言うわけなんですけど、で、音は基本人を信じていないと、そして好きな人もずっといないということでね、まあ彼女に逃げられたエピソードを話していましたけれどもね、ということで、まあ俺は恋愛はもうちょっといいかなっていうふうにね、言ってるんですけれども、で、縁側ではね、ブルーのワンピースを着てきた、空豆に対して見違えたっていうふうにね、言ってて、まあここでも音はもうすでに空豆のことがすごく好きであるような描写をしてましたね。まあなのにね、最後はね、っていう話なんですけどね。まあでもこんなね、店員がいるカフェがね、現実にあったら本当行列ものですよね。そして永瀬廉くん的には、歯磨きをしたり掃除したり洗濯したり、基本、自宅での、仕事のフリーランスなので、その日常が見れるところも毎回これ見どころではありますよね。そしてコーヒー入れる音くんもすごくかっこいいですよね。まあ本当永瀬廉くんは横顔もね、本当綺麗ですよね。まあ見とれてしまいますね。そしてこの二人の並び、音と宗介、これねすごくいいんですけど、まあ宗介はアラフォーぐらいの設定だろうから、まあ大人の余裕もあって音を見守る感じっていうのもね、すごくいい感じなんですけど、それにしても、宗介はフォーブスに乗っちゃってる級のね、有望な起業家なんですね。まあいずれにしてもこの後二人が恋敵になっちゃう事態は避けられそうにないですよね。で、音くんは YouTube やってる設定なんですね。まあ発注されて作ったらまた意識変わるよとかね、プロの意識持てるっていう風にね、まあ宗介にアドバイスをもらっている音くんですけれども、まあこれもあって、マンボウには否定されていましたけれどもね、 CM 曲をやろうと決心するんですね、ここで音くん。そして、大家の雪平京子さん、まあね、土地こそ我が命とかね、まあ年齢はただの記号とかっていうね、まあ土地持ちの湯婆婆雪平京子さん、港区女子とかはね、ほんとお嫌いなようですけれども、まあそんな人は出て行ってもらいますとかね、言ってましたけれども、その昔誰よりもセクシー美女だったんですよね。夏木マリさん、絹の靴下っていうのがね、1973年の曲っていうことなんで、今からちょうど50年前ですね。まあこれ若い人はご存知ないですよね。まあ私はね、当時小学生ながら、8時だよ全員集合とかに出てくるセクシーすぎて見ちゃいけないような、まあなんかこう見ている家族がね、おかしな感じになってしまったっていうのを覚えているくらい、これ群を抜いてセクシーだったんですよね。夏木マリさん、時の流れを感じますね。でも素敵な年の取り方をされていて、本当大好きな女優さんなわけなんですけど、でまあ年取ってるだけあって、頑竹のある言葉を放つわけなんですよね。才能はね、なかったの、空豆。才能のある人はやめないよ。まあ、たまに才能のない人もやめないけどねってね、言ってるわけですよね。で、音は才能があると見込んだから置いているっていうのが、ここでまあ分かりましたよね。あ、お互いというか、まあ、スタンドアップスタートではないけれども、人間投資家っていうことですよね。京子さん。そして、唐突にミュージックフェア状態になる場面。まあ、見事なコラボでしたね。すごく美しいハモリでしたね。もう、本当に、リアル A 歌じゃねっていうね。まあ、宗介はミュージシャンになりたかった夢を諦めた人なんでしょうね。まあ、起業できる力がある人だったら、両方できそうですけどね。天はね、難物でも与えますもんね。そして、イケメン店員に告る常連客。
まあね、長瀬連休だったら仕方ないですかね、まあ、こんな不安の何人か絶対つきますよね。イケメン店員を集めたカフェとかね、本当経営してみたいなとかね思ってしまったわけなんですけど、いやこれね、こんだけ美女だからできる行動でもありますよね。まあそうでない人がやったらもう完全にストーカー扱いだと思います。ここ間違えちゃいけないですよね。まあ今期ね、そういうのちょっと多いですかね。美男美女だから唐突の愛もそれなりにドラマになるけど、まあ会話もなくね、キスとか、まあそういう系、まあただの事件ですからね。まあ本当に気をつけていただきたいわけなんですけど、だってね、この人、まあ美女ではありますけど、どんな人かわかんないわけですもんね。この菅野セイラ役の田辺桃子さんは、ヤンキー君と白杖ガールに弱視役で出てた、あの主役のね、お友達の役で出てた田辺桃子さんですよね。まあその時もものすごい魅力ある美人の方だなと思ったんですけど、まあすごくこの役には合ってますよね。で、一目惚れをしたといい電話番号まで渡してしまうこのセイラさん。そしてマンボウの正体が唐突に明らかになりましたね。これマッスーでしたかっていうね。まあ何かね、このネーミング、あのズビ玉とかね、マンボウとかアリエルとか、このねネーミングがね、すごくね、って思ったんですけどね。まあこれもね、慣れますかね。そしてマッスー、ドラマで見たのはお久しぶりと思ったんですけど、まあ私が見てないだけですかね。まあボイスにも出てたし、オールドルーキーとかにも出てたんですよね。まあなるほど、結構役者としてもご活躍ということで。まあしかし今期は大病院選挙といい、ゲットレディーといい、お面が多めですよね。そして青鬼より先に明らかになりました、青髪のマンボウさん。でこんなね、ダサい仕事受けない方がいいんじゃないのとかね、自分の音そんなに安売りしていいのってね、辛口なアドバイスはしているんだけれども、色紙もらってきてあげるよって言ってね、まあえ、かなりいいやつじゃんっていうようなね、キャラですね。いい人なんでしょうかね。まあちょっとね、キャラ定まらない感ありますけどね。そして唐突すぎる女アリエルね、えこれどうなんでしょうか、これ、好きな人見ると触りたくなっちゃうのとかね、好きな人見るとキスしたくなっちゃうのとかって言ってますけどね、なんかそんな女いるんでしょうかね、キャバ嬢とか以外でね。アリエルってこんなキャラなのっていうかね、なんかすごくとんでもない女感あるんですけどね、どうなんでしょうか。まあ内田理央さんはすごく好きな女優さんなんですけどね、まあこれはね、ちょっとどうなんでしょうかね。そしてこの、ズビダバはリアル歌う場面とか出てくるんでしょうかね。まあともかくちょっと気をつけてほしいですね、おとくんね、アリエルには。で、実家に謝罪に来る翔太、空豆には着信拒否されて連絡取れないと。で、空豆もばあちゃんに連絡せよと思いますよね。まあ何より心配してますよね。若い女性がね、連絡取れないっていうのは、やっぱりね、事件ですよね。で、エレベーターつけようって言ったのは、この翔太らしいのに、別れてもまあそこだけはね、私も本当慰謝料代わりにお金出してくれるんだと思ったのに、お金出さないんだってね、ちょっと驚いたんですけど、だってね、もう本当に10万、20万のものならいいですけどね、ホームエレベーター300万っていうことでね、これはまあ空豆は出さなくていいんじゃないですかね。まあ本当ね、時給1000円で働くそば屋に300万借り入れるっていうのも本当とんでも展開すぎるんですけど、でもね、設備屋さんが払うって言ってたよってね、言ってましたから、どうにかできたんでしょうかね、お金ね。まあね、そば屋さんが300万こう貸してくれるとも思えないですけどね。まあ大家の京子さんに借り入れを申し込むっていうのは、まあ一番現実的かなとは思うんですけれどもね。まあちょっとないわ、このエピソードって思ってしまいましたね。まあいずれ空豆もデザイナーとして成功するから大丈夫っていう流れなんでしょうかね。まあとはいえ、翔太がイケメンすぎて不思議と腹が立たないわけなんですけどね。そして宗介はなぜこのパーティーに空豆を連れてきたっていう話なんですけど、まあ、京子さん曰く宗介は女のあざとさが分かっていないと。で、二股かけられたら捨てられる、モデルみたいな金かかりそうな女に行くということでね。
まあ、だからこそ、そら豆を、まあ、スカウトしてきたっていう話なんですけど、京子はね、まあ、なんだかそら豆的にこんなに場違いなとこに誘う時点で、え、宗介バカなの、それともアフターでそら豆誘いたかったからっていうふうにしかね思えないんですけどね。これちょっと私が腐ってるんでしょうかね。まあ、そら豆さん的にね、このごちそうは満喫していたみたいなんですけど、まあね、感じは悪いですよね。そして宗介、え、どうですかパーティーは、じゃねえだろうって思っちゃうんですけどね。まあ最初からこのね、異業種交流会兼婚活パーティーっていうね、この謎な設定の時点で、セレブで自己顕示欲が強すぎる人の集まりっていうのがわかるだろう、宗介っていう風にね、思ってしまうんですけど、まあほんとね、宗介のキャラも、まあ海外在住の起業家っていうクレバーすぎる肩書きと、まあこの流れが乖離がありすぎてよくわかんないわけですけど、おい作り笑いスカンってね、まあ当然ね、そら豆がそういう風に言うわけで、そうするとまあ宗介もね、おいもスカンっていうことでね、出ますかっていう、ことで、でツーショットになるわけなんですけど、やっぱりこれが狙いだったんですかね。まあなら理解できますっていう流れなんですけれども、そして一方音くんですよね。もう曲が出来上がって、で一番にそら豆に聴かせたいっていう流れで、もうこれね、完全に好きフラグじゃんっていう風にね、なりますよね。でここでね、あの本当にリアルにこうがっかりしてる感じとかね、ちょっと切ない感じの演技がすごくこれ音くん良かったですよね。そして一方そら豆はその頃もう宗介とドライブですよ。でね、ちょっと遠くにドライブっていうことでね、もうなんかこういい感じになっちゃってますよね。子供の頃に母親に捨てられた話をするそら豆、本音をね打ち明けられる関係になっていくこの二人で、次回3話ではプロポーズしちゃってる感じですよね、宗介が。まあ本当にちょっと早い展開な感じなわけなんですが、まあ一旦はもうそっちに行っちゃう流れなんでしょうかね。あとはまあ母親の話をするきっかけとなる、あの子供とね、おトイレの前のところで遊んでた場面、ああいうのね、私ちょっとね、あの場面的に見ててすごく引っかかっちゃったんですけどね。コンタクトずれたのを直しに行っていたっていうことなんですけどね、あのママが。まあどんな事情があっても小さい子をね一人でいさせるってもう絶対ダメですよね。もう本当一緒にトイレに連れてってあげてくださいっていうね。もうね、いくらでもね、こうトイレに連れて行って、で、あのコンタクト直せますからねっていうね。もう本当こういうのは私すごい敏感に反応してしまうんですけどね。で、音くんも音くんですよね。まあ人を信じられないとか、恋は当分いいかなと言っておいて、すんなりこう美女に電話しちゃう音くん。だってね、あの人だってどんな人かわかんないわけですもんね。まあ出会ってから知るっていうのも、まあ出会いとしては悪くないですが、そしてその美女にね、電話待ってましたってこう言われてね、3話の予告を見るとこれから会う流れですよね。ということでこちらも視線に入りました。ということで、そら豆と音が結ばれるのが本線だとしたら、そら豆には宗介と、まあ、今後出てくるであろうパターンナーの葉月が、そして音にはアリエルと謎の美女セーラが視線として絡んでくると思うので、まあそのなんやかんやで最終話直前までは引っ張りそうな気がするんですけど、どうでしょうかね。まあ翔太もまた復活とかはありえるんでしょうか。それはないかな。まあとにかく、まあ翔太にはエレベーター代だけでも出してほしいです。まああとは夢も希望もない現状の空豆がどのように夢を見出してデザイナーの道に入っていくかっていうのはちょっと期待したい流れですよね。ということで、私的にはモヤモヤが多すぎた夕暮れに手をつなぐ2話、ご覧になった皆さんの感想や展開予想もお聞かせください。またドラマ、映画、ライブなどの感想動画も出していますので、興味ある方は概要欄からご覧ください。引き続き見てみたいと思ってくださった方はぜひチャンネル登録もお願いします。そしてシニアチャンネルの方では健康やお金、暮らし方など少しでも老後不安をなくす情報も発信していますので、50歳以上の方ぜひ遊びに来てくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。以上、今何でした。